皆さんお疲れ様です。風のしずくです。今日はイヤリングを作りたいと思うんですが、またまた、初チャレンジですね。ワイヤーとこれでぐるぐる巻いていく、この100均のねビーズ、これオーロラと、あとピンクと濃いピンクのミックス、100均ですをぐるぐる巻いていくというのをやりたいと思います。でこれも100均で、これは、手芸屋さんで買ったんですが、値段は分かりません。ちょっとね、不安要素が何点かありまして、この形が丸ではないので、この部分をしっかりできるのかと、あと左右のバランスですねが、うまくできるかどうかで、失敗したらお蔵入りで、この長さもどれぐらい必要なのか全然わからない。どうしよう、足りないのも嫌だからな。ちょっと長めこれで長め分からんで切りました。で最初は端から4回クリーム塗っちゃったから手が滑っちゃう。花粉の影響かな、手荒れがすごいんですよね。まあ消毒液の影響もあると思うんですけど、1回2回3回、4回、それでしっかりつけて、この余った部分はカット。これ結構細かいな。カットしてしっかり留める。手際は決して良くないですが、しっかり止める。止まってる。ちょっと待ってね。ここの処理は多分しっかりした方がいい。よいしょ。はい、なんか微妙、大丈夫かな。これ後から修復って可能なんですかね。OK。OK じゃない、ニッパーか、ニッパーじゃない、なんだっけこれ、ラジオペンチ、
や、こう見るとねちゃんとなってるんだけど、すげえ時間かかっちゃった、はい、そしたら何から始めようかな。オーロラのパールから始めます。だんだん濃くしていこうかな。でしっかり持って回2回、ボヨンボヨンボヨンってなってる。で薄いピンク、強めにやった方がいいんだろうな多分。1回、あ、待って、これ薄くない、すいません、グダグダでいつものことですけど、あの毎回ぐだるので、ご覧になってる番組の間の CM みたいな感覚で見てください。これ薄くないじゃん。失敗したところもカットせずに、私は編集がめんどくさいとかそういうことじゃなくて、カットせずにお見せするので、ここで2回ね、1回、2個目、ちゃんと2個を2回巻いてるね、はい。そしたらさっきの濃いピンク、2回、はい。こんな感じでとりあえずここまでいきます、はい。ここまでいきました。でここをグッと寄せて、オーロラハートの形にならないとハート使ってる意味がないので、ちょうどここですねにしっかりくるようにして、1回、これで2回なんとかなりましたね、はい。もういつもぶっつけ本番派なので、実際本当にお蔵入り
になるかヒヤヒヤしてやってます。作ったものは無駄にしない主義ですけど、はい、大丈夫そうですね。ちゃんと来てる。で、またちょっとここの辺を力入れてグッとして、で、また最後の方まで仕上げ、ここの仕上げまでやっていきます。はい、ここまで来ました。これで終わりかな。オーロラから始まってオーロラで終わる、まあいっか。オーロラオーロラの方がうるさくなくていいかな。で、ここは4回。1、2、3、4。はい、で、余分なところは切って、これ難しいな。で、で、尖ってるところを丸める。丸まってない。これできればいい。はい、ここの処理、危ないので、ここの処理はちゃんとしたい。大丈夫ですね。はい、こんな感じです。ね、ちょっと形を整えて、なんかすごいすごい賑やかになりました。でも仕上げに入ります。ね、私はイヤリングですね。ピアスの方はピアスで、これですね。これどうしよっかな。3色だけど、ここオーロラで終わってるから、薄いピンクと濃いピンク、で、グッと曲げて、カットして、で、100均でこれ売ってたんですよ。で、今日初めて使うんですけど、どうなんでしょう。綺麗にできるんですね。すごい。で、どうしようかな。これ直接じゃなく丸カンあった方がいいかな。これなんで丸カンでつながっちゃうんでしょうね。とりあえず接続の丸カンをき
チッと調整して、あ、いいや、先にここを通す、通してで、ちょっとうるさいかな、これガチャガチャしてるかな、デザインが。大丈夫かな。そしたらこの丸カン、もう一個、ちょっと待って、これ閉めちゃっていいのか、ほら綺麗にできるんだね、これすごい、100均ですよ、すごいな。なんか今までやっとこで練習してたのが何だったのってぐらい綺麗にできる、これおすすめ。こんな私でも一発でできる。ワイヤーはちょっと長めでいいっぽいですね。すいません、何センチとか具体的にごめんなさい、わからない。もういつも本当に測ったりとかするのすごい苦手なので、あくまでも本当いつも勘でやるんですよ、すいません。できました、にぎやかすぎるけどでもまあ春だし軽やかなイメージでいいかな。お洋服地味でも、その前も言ったけど、地味なお洋服にインパクトのあるつけるものとか私すごい好きなので、まあこういう感じ、白と黒とかでやってもすごく綺麗かなと思います。こんな感じです、可愛いと思います。色変えてもいいし、パールだけもいいな。これは本当にデザイン次第でガラッと雰囲気が変わる感じがする。うん、可愛いと思います。はい、今日はこんなイヤリングを作ってみました。はい、本日もお付き合いどうもありがとうございました。ですね、私は本当に簡単なものばかりで自分のおうち時間を動画にしてるという感じなんですね。だからなんだろう、なんか作ろうかなって思ってる方のヒントになればいいと思ってやってるので、別にチャンネル登録とかそんな宣伝しないですたまに来てなんか作ってっかなって、今回何作ったんかなっていう感じで遊びに来ていただければ、もうそれで十分嬉しいので、よければちょっと見てみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。風のしずくでした。さよなら。